はい、じゃあまあ1月2日ログインして一番最初のビットコインをどう手に入れようかなってことですけども、簡単そうなのが右上の LINE アット新春プレゼント、これですね。これ LINE アットに友達追加するだけでいいんでしょ。クリックして5円相当のビットコインがもらえて、利用料金は無料、所要時間1分、1分でビットコインもらえるならいいじゃないですか。まあ少しでももらっときましょうか。獲得チケット1枚っていうのは意味がわからないんで後で調べるとして、承認目安は即時承認で、過去実施回数が4976回なんで5000名ぐらいの方が受け取ってるってことですよね。で、一応ね、詳細っていうのもちょっとしか書いてないですね。たくさんゲットしましょうって書いてます。で、注意事項は何かあるかなと。 LINE アットの友達追加が確認できない場合はダメということなんですね。うん、それでまあ当然ですよね。で、1人1回ということです。まあ当たり前ですね。じゃあビットコインを貯めるをクリックしてみましょうか。LINE アット、はい、じゃあビットコインを貯めるクリックします。そうすると、あ、こっから LINE を登録すればいいんですね。じゃあ、LINE をこう友達を登録、 QR コードをこう皆さんの画面では見えないかもしれませんけどもね、今友達追加しましたよ。はい、友達追加した証拠に LINE の方にほらこういう風に流れてきました。これです。新年おめでとうございます、ビットコインがなんたらかんだって書いてますね。こちら すいません、なんかちょっと個人情報が見えちゃったかも。後で消しときます。ビットコインが1万円分もらえる、今だけビッターズで、あ、ビッターズはねもうポイントサイトの方でね登録しちゃったんですよね。はい、ありがとうございます。ビッターズで1万円分ビットコインを全員プレゼント、これいいじゃないですか。ビッターズまだされてない方はこっちで登録したら1万円分とプラス値上がり益が期待できるかなってことですよね。まあ当然値下がりっていうのもありますけども、まあでもすんなり1万円をポイントサイトでもらうよりもこっちのビットスタートでもらった方が、ビットコインもらった方がいいかなって考える方法もありますね。はい、ありがとうございます。それではね、引き続きこちらの方に行ってみようかと思います。まあ登録したんでビットコインを貯めるで、これはもういいのかな、これ閉じちゃって、でこちらの方で即時反応ということだったんで、あれまだ来てないですね。まあ、これがねもらえるとは思うんですけども、一応ね、まあちょっと待っときましょうか、どうなるのかなっていうとこですけどもね。はい、ということでまあこれはとりあえずできたかなと思います。じゃあ調子に乗ってもう一個クリプト通信ですか、こちらの方も同じでしょ。5円相当もらえて獲得チケット1枚、これ詳細案件もこうですね。これ友達追加も一緒です。ビットコインを貯めるで行ってみましょう。多分 QR コードがまた出てくるんでしょう。ほらね。じゃあまあ QR コードが出てきたんで、もう一回ちょっと登録をね、してみようかなというところでございますね。これで10円分今日とりあえず、ビットコインがゲットできたかなと。はい、クリプト通信。はい、登録しましたよ。うん、こんな感じです。ほら。放置で稼げる簡単スマホ副業、なんかね怪しいセールスが届くようになりましたね。まあでもこれもね、こういうのが嫌だって方は別にブロックしてもいいと思いますんで、私の場合はまあ別にこのまま放置しておいて、まあいろんな情報にね興味持っていこうと思いますけどもね。ということで2つの LINE 友達増やして、それによっておそらくですけども時間が経ったらあれでしょ、またここにビットコインが反映されると思いますので、それを待っときましょうか。まあいつ頃の反映なのかね分かりませんけどもね、今が朝の7時37分なんで今日中に反映されたらいいなと思ってます。それでは本日は以上かなと思います。一気にね3つの動画アップになりました。